胎児とは、生物学上は、体制の動物の母体の中で肺が、期間元気の分化が完了してから出産までの成長中の子を指す。体制の動物において、母親の体内で成長途上にある肺を獣医学では、腹子という。哺乳類の場合、その多くは、胎児が、地球の中で胎盤を及び最大で、つながり酸素と栄養の供給を受け、 老廃物と二酸化炭素の排出を母親に任せ、成長し出生する。哺乳類の多くは腹子が、母親の体内で発育できるよう胎盤の発達が特徴となっており、進化の系統では無毛長命以後のグループを有体盤類という。哺乳類の出現、単行目の動物、編集哺乳類のうち原生のもので最も原始的な。 形態を残す単行目の動物は体性ではなく乱性である。哺乳類の進化。有体目の動物、編集有体類の多くは有体万類のような、小尿膜体板を持たず、未熟な状態のまま胎児を出産し、育児脳の中で子を成長させるという生態を特徴とする。例えば赤カンガルーの出産時の幼獣は1ムに満たない。 大きさだが自力で育児脳に入り底で成長する。なお、有体類のすべてが育児脳を持っているわけではない。有体蛮類の文化、編集有体類よりも体蛮が発達した原生の哺乳類で最も一般的なグループが有体蛮類である。有体類と有体蛮類が分化してそれぞれ独立の進化をするようになったのは中世代の白亜紀のことである。なお、 地下で生活する袋モグラと金モグラのように生活環境が似通っているため、進化の過程で身体的特徴が掃除するようになったものもある。レオナルド・ダ・ヴィンチによる胎児と子宮のスケッチヒトの参加医療では、妊娠第8週目から胎児、それ以前は胎児という。胎児は母親の飲食物、濃度喫煙、受動喫煙の影響を受ける。詳細は、権利能力及び、 人の式を参照近代司法では、権利能力の式は出生の時を原則とするが、出生前の子供である胎児にも何らかの形で、胎児の地位を認めようとするのが、各国の近代的法規制のあり方である。民法などの司法関係における胎児の権利能力に関する法制には、一般に胎児について、すでに生まれたものとみなして、権利能力を認める、一般主義と、 個々の権利関係に応じて、権利能力を認める個別主義がある。一般主義、編集ローマ法は、ナセトリス・プロデュースドやムナト・エビター、クヨーシャンズ・ DC ・コミューデス・エイス・アジェターの方言に、基づき、母体を離れていない胎児は、母体の一部で、未だ権利の主体ではないが、相続権など出生したならば受けることのできる利益があれば、財産管理者によって、利益を保護されるとしていた。 一説にはアウグストゥスから、ハドリアノスの時代には、大臣も通常の人と同じ地位が認められていたが、ストア哲学の影響により制限され、その利益に関する限りにおいてのみ、権利の主体として認められるようになったとも言われている。個別主義、編集ドイツ民法、フランス民法、イギリス法は個別的保護の立法である。民法、編集日本の民法は個別主義を採用しており、 人が原則として、権利能力を持つのは出生してからであり、まだ出生していない胎児の段階では、権利能力は持たないのを原則としつつ、胎児の権利の保護を考慮して、以下の一定の場合について、胎児を生まれたものとみなして、これに、権利能力を与えている。民法上の、生まれたものとみなすという意味について、従来の判例や、通説的見解は、 胎児には出生まで権利能力はないが、生存状態で生まれてきたことを条件として、出生により生じた権利能力が問題の時点にまで遡って生じたものとして扱うという意味であると解する。したがって、胎児が流産や死産によって出生されなかった場合には、そもそも権利能力が生じることはなく、胎児には出生しない限り法廷代理人は存在し得ないことになる。 これに対し、胎児は、出生に至らなくとも、法律の認める範囲内で、制限的な権利能力があり、胎児が生存状態で生まれてこなかったことを条件として、そこで生じていた権利能力が消滅したものとして扱われると解する有利説もある。この見解は、法廷代理により、胎児の権利を主張する余地を認めることに特徴がある。登記実務については、 法定解除条件説が取られている。不動産登記法、編集退治は相続、遺贈を受ける権利を有し、それらの登記を受けることもできる。ただし、相続登記においては、法定相続分に基づく相続登記をすることができるのであって、遺産分割に基づく相続登記をすることはできない。また、退治は相続放棄をすることはできないが、 胎児に相続分がない旨の特別受益証明書を添付して相続を原因とする移転登記を申請することができる。さらに、胎児を登記名義人とする遺贈による登記はすることができるが、死因贈与に基づく登記をすることはできない。民法に胎児が贈与を受けることができる旨の規定が存在しないからである。刑法、編集詳細は人の指揮、打体罪、及び 人工妊娠中絶を参照打体とは、胎児の生命、身体を犯すと,とともに、母体の健康をも犯すものである。胎児の生命の保護に関する法的措置については、それぞれの国の人工政策や、宗教的、文化的背景などにより異なる。以下では、日本のものを紹介する。胎児を、自然の分娩期に先立ち人為的に母体外に排出し、または胎児を、 母体内で殺害する罪として脱胎罪がある。刑法第215条の不同意脱胎罪に未遂犯の規定があるため、加害者の恋性が明白な場合には、胎児死亡に至らなくとも、胎児への加害行為は処罰の対象となる可能性がある。刑法においては、胎児が母体から一部露出した場合に、これを殺害した場合、脱胎罪ではなく殺人罪であるとされている。 刑法的な取り扱いにおいては、人の死期について、全部露出説ではなく一部露出説が採用されている、ことからの帰決である。母体保護法、編集この胎児の母は、妊娠中に、子宮頸部上皮内癌と診断され、母体を守るため子宮全摘出を余儀なくされた。写真はその時摘出された胎児。刑法二百十四条では、医師、助産師、薬剤師または、 医薬品販売業者が女子の食卓を受け、またはその承諾を得て脱退させたときは、3月以上5年以下の懲役に処せられるが、母体保護法14条に規定されている自由があるときは、人工妊娠中絶としての打退が許可される。死亡した胎児の扱い、編集詳細は、死産を参照妊娠満12週以降における指示の出産を、死産といい。 人工妊娠中絶による場合もこれに含まれる。死産の届け出は原則として父母が7日以内に市町村長に届け出る義務を負う。死産の場合、医師または助産師は死産証書または主体検案書を作成する義務がある。ありがとうございます。